いよいよだな。なあ、あいつまた適当にはぐらかすつもりじゃねえか。そんなことさせない。絶対に自供させる。日本中を震撼させた東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件。昭和の終わりから平成にかけて4人の少女の命が相次いで奪われた。1988年8月22日、埼玉県入間市に住む4歳の少女。その1ヶ月半後、10月3日、埼玉県飯能市に住む7歳の少女。さらにその2ヶ月後、12月9日、埼玉県川越市に住む4歳の少女。そして年をまたいだ1989年6月6日、東京都江東区に住む5歳の少女。わずか10ヶ月の間に4人の少女が誘拐され、無残に殺害された。この犯罪史上類を見ない凶悪事件の犯人が、扉の向こうで待っている。この男が犯人だった。男は怯えていた。男の名前は宮崎勉。事件発生から30年目、フジテレビ報道局が独自に入手した宮崎勉元死刑囚の取り調べ室での肉声が今初めて明らかになる。そこには日本犯罪史上最悪といわれる殺人犯の真実の姿が記録されていた。何が起きてますか。具体的に言って何が起きてますか。嘘言ってます。本当のこと言います。性質上真剣に聞いてるんですけど、内心は真剣であるってことを分かっていただけてます。見た目に、まあ、なんか睨まれたら下向いちゃうとかそういう口もあるけど、それは性質上のことですから、ぜひとも気にしないでください。少女を誘拐した時、宮崎元死刑囚は何を考えていたのか。悪い言い方ですけど、目の前に一人だけの女の子が映ったから、強烈に公園なり小学校なり歩こうと思ったら、団地の下に一人の男を見た。その時から一人の子がまた目の前に出たと。初めての団地で初めて誘拐して、事実があります。殺害した少女の遺体を遺棄した時の生々しい証言も。捨てるんだったら、喋るとかね、まあ、考えながらとにかく車を発車して別移動、別のところ移動しようと思って走ってた。もう真っ暗でガソリンまだ平気だろうかとか、暗いから。バゲるんじゃないかと。音声資料は数十時間に及んでいた。取り調べ官と宮崎元死刑囚の緊迫した戦いの記録。具体的に言ったんだろ今。これ意味は勘違いしてこれ読みました。真面目に聞いてんのか。そんなに理解できない人間なのかよ。なお関係者のプライバシー保護のため、取り調べ官の声は俳優のセリフに差し替えている。宮崎、自分がやったことは全部話さないとダメだ。だから全部話しました。後になって証拠が揃ってからやっぱりやりましたって言うんじゃ遅いぞ。分かってます。いいか、自信持って言えるのか。はい。本当にそう言えるな。言います。恥かかせないな。はい。宮崎、お前が。これは本当ですよ。
しかし宮崎元死刑囚は大きな嘘をついた。3人の殺害を自供したにもかかわらず、残る1人の殺害は自分の犯行ではないと言い張ったのだ。なぜ宮崎元死刑囚は否認し続けたのか。新たな事実が音声資料によって今白日のもとにさらされる。4人目もお前がやったんだろ。手にかけたのは3人ですよ。ん？殺したのは3人ですよ。手にかけたのは3人ですよ。ん？殺したのは3人ですよ。本当はやったんだろ。10月にもやってません。なんでやってないってはっきり言えるんだ。やってないからですよ。なんでだ。3人しかやってない。3人しかやってません。3人しかやってないって断言できるのか。できます。なんでできるんだ。3人しか殺してないです。ん？3人しか殺してないからです。何の証拠があってそんなこと言ってんだお前は。証拠があってもなくても、とにかくやってないので知りません。それは証拠があってもないのも手にかけたら3人です。私は知らないわけないだろう。聞いてください。聞いてください。矢崎聞け。元号が昭和から平成に変わった今からおよそ30年前、日本中を恐怖と不安に陥れた東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件。わずか10ヶ月の間に4人の幼い少女が次々と誘拐され無残に殺害された。小さな遺体が今自宅に戻ってまいりました。犯人は今田裕子と名乗り、遺族と新聞社に異様な内容を記した犯行声明を送りつけてきた。さらにあろうことか、殺害した少女の遺骨を両親が待つ自宅の玄関先に自らの手で届けた。そして人々に大きな衝撃を与えたのがこの映像。宮崎元死刑囚の部屋、5700本余りのビデオテープがうず高く積み上げられていた。数年にわたる裁判の末、宮崎勉には死刑の判決が下され、死刑です、死刑です、死刑です。宮崎被告に対し死刑の判決が言い渡されました。2008年に執行された。大きな謎が解かれることなく残された。これは宮崎元死刑囚が描いたイラストであり、この大きな耳を持った生き物を彼はネズミ人間と呼び、こう語った。子供が泣き出して私を裏切るとネズミ人間が出てくる。宮崎元死刑囚は裁判や精神鑑定で数々の異常な行動を告白した。犯行は覚めない夢の中でやった。殺した女の子の手を食べた。亡くなった祖父を復活させる儀式を行った。宮崎元死刑囚は幻想の中に生きており、現実とビデオの中の虚構の世界との区別がつかなくなった。人々はそう語り合い、その責任能力が問われる事態とまでなった。しかしそれは本当の姿だったのか。果たして真実を語っていたのか。宮崎勉とは何者だったのか。事件発生から30年目の今年、初めて明かされる宮崎元死刑囚の取り調べを録音した音声データ。彼の肉声を紐解いていくと、従来のイメージとは全く異なった人物像が浮かび上がってきた。手がかりとなる重要な部分を忠実にドラマ化した。埼玉県の下足があることで頭いっぱいにし、そういうことで必死です。埼玉県の犯人に仕立て上げることで頭がいっぱいでした。そういうことで必死でした。そして事件の裏側で繰り広げられた人間ドラマも映像化。大丈夫だよ、ミキちゃんの遺体をご両親のもとに返します。捜査一課の刑事が八王子署で取り調べしています。
小春ちゃん事件の容疑者かもしれません。誰かそれがなくて。登場人物のセリフや行動は当時のマスコミ関係者、捜査員などに取材し、可能な限り正確を期した。例えば事件を追うリポーター役は架空の人物だが、リポート内容は当時のものを忠実に再現した。お父さんお母さんはじめ本当に心配をされていたんですが、痛ましい最悪の結果になってしまいました。お父さんお母さんはじめ本当に心配されていたんですが、痛ましい最悪の結果になってしまいました。顔はシャツで持って隠しています。腰にはご品は全くその表情は伺い知れませんが、髪の毛はボサボサ、顔はシャツで持って隠しています。腰にはご品は全くその表情は伺い知れませんが、髪の毛はボサボサ。そして新たに発掘された様々な資料が導き出した結論は驚くべきものだった。宮崎の声だね、確かに。法廷と違いは明らかだよね、全然違う。この番組は俳優が演じるドラマパートに報道映像などを組み込み構成したドキュメンタリードラマである。あなた早く犯人捕まえてね。そこです。あ、 NHK、 あの今田裕子が。ああ、部屋に入ると怒るんですよ。だから宮崎勉とは何者だったのか。日本で初めて猟奇的な劇場型犯罪を起こしたこの男はサイコパスだったのか。俺は今までお前に嘘ついたことあったかよ。ないです。そうだろう。それとも高い知能を持ち綿密な計画のもと世間を騒がせる愉快犯だったのか。初めて明らかになる宮崎元死刑囚の肉声と関係者への取材をもとに、東京埼玉連続幼女誘拐殺人事件の真実へと迫った。宮崎勉の知られざる本当の顔。それは冷めないうちにね。どうぞ。いや、大変な事件が起きました。では庄司リポーターの報告です。雨足が大変に激しくなってまいりました。また一人小学校に通っている女の子が行方不明になりました。3日の午後から自宅に帰って以後行方が分からなくなったのです。学校から帰ってからぷっつりと姿を消してしまったんです。え、また行方不明。現在この入間川、それから山の捜索、埼玉県警、そして飯能署が総力を挙げて今捜索に当たっています。8月にいなくなった子もまだ見つかってないわよね、確か。8月には隣町の入間市に住む川島梨央ちゃん4歳が行方不明になっていた。それからわずか1ヶ月半で新たに7歳の少女高橋美希ちゃんが行方不明になったのだ。2人の少女はいずれも埼玉県の入間川沿いにある自宅付近で姿を消していた。お父さん、この子たちのことを探すの？いや、この事件は管轄外だからな。管轄外？お父さんのいる警視庁は東京で起きた事件しか捜査できないんだよ。埼玉で起きた事件は埼玉県警が担当すんの。ふーん。埼玉県警は250人体制で捜索に当たったが、少女たちの行方は分からなかった。10月に行方不明となった高橋美希ちゃんに続き、またしても小さな女の子が突如その姿を消しました。現場にいる清水リポーターと中継がつながっています。清水さん。12月9日埼玉県でまたも小さな女の子が行方不明になってしまいました。行方不明になったのは川越市に住む佐藤かな子ちゃん4歳です。
かなこちゃんは夕方4時半ごろ一緒に遊んでいた友達とゴミ捨て場のあるこの辺りでバイバイと手を振って別れました。友達のお母さんがその姿を見ていますが、これが最後の目撃となってしまいました。このゴミ捨て場からかなこちゃんの自宅のある F 棟まで40メートルほどの距離しかありません。わずか40メートルの間にかなこちゃんは忽然と姿を消してしまったのです。これで3人目か。ああ、たった3ヶ月半の間にな。えらいことになってきたな。私は言いようのない不安に襲われた。私は言いようのない不安に襲われた。はい、OK。リポーターになって7年、こんなに不気味な事件を担当するのは初めてだった。どうしました？防ぎようないよね、実際。え？同じ団地のこんな近くなら、私も娘一人で遊びに行かせると思う。ああ、そっか。清水さんの娘さんも。4歳になったばっかり。かなこちゃんと同い年。会社から？はい。なんか至急連絡しろって。わかりました。すぐ向かいます。かなこちゃんの遺体が発見されました。現場は埼玉の殴り村です。殴り村。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。まるちゃんは保育園からここ篠宮にある団地に帰ってきました。5歳の少女が行方不明になった。何？かなこさんの遺体が発見されました。現場は埼玉の殴り村です。殴り村。今月9日に起きた川越市の行方不明事件は、今日午後最悪の事態を迎えました。自宅のある川越市から40キロ以上も西の入間郡名栗村の山中にある県立青少年自然の家近くの山林で、今日午後1時40分ごろ自然の家の職員が山林の中に幼い女の子の死体があるのを発見しました。佐藤かなこちゃんはこの寂しい山の中で全裸で仰向けになって死んでいるところを発見されました。かなこちゃんの遺体のそばには赤いジャンパースカート、ブラウス、靴が放り投げられたように置かれていました。そしてその赤い靴にはひらがなで佐藤かなこと書かれていたのです。お父さんお母さんはじめ本当に心配されていたんですが、痛ましい最悪の結果になってしまいました。16日午前1時です。小さな遺体が今自宅にいてつくような空気の中戻ってまいりました。今4階の部屋に戻っていきます。全裸で発見された佐藤かな子ちゃんの遺体は杉林の中に隠すというよりもただ放置されている、そんな状態だったということです。ひってえことしやがんな。埼玉県警は昨日かな子ちゃん誘拐殺人事件合同捜査本部を飯能署と川越署に設置しました。しかし今もまあ妖怪なんですね。何の関係ですか。何の関係ないんですよ。それはこんな無残な姿になったんですね。今まだお二人の可愛いお嬢ちゃんが行方不明でございます。このような犬畜生にも起こるようなこの犯人ですね、一日の運びや一分一秒でも早く逮捕されることを祈ってやりません。今回初めて明らかになった宮崎元死刑囚の取り調べ中の音声には、遺体を遺棄した時の生々しい証言が記録されていた。っていうんだったら、シャミとかね、まあ、考えながらとにかく車を発車して別移動、別のところ移動しようと思って走ってた。宮崎元死刑囚は深夜の山道に車を走らせ、遺体を遺棄する場所を探した。そしてある斜面に車を止め、遺体を運び出し遺棄すると、車で回りますね。ラジオ聞いたら音楽だけ。なぜ音楽を聞いたのかと取り調べ官が問うと、ゆとりを持たせるため。そして
その時の気持ちを宮崎元死刑囚はこう語った。佐久間君、ガスリンはまだ平気だろうかとか、暗いからバゲるんじゃないかと、真っ暗、周囲真っ暗だから、もしもライトで故障とかで演出とかで冬だったからしたら、まあ、これはアウトだろうなと。それにしても最悪の結末になってしまいました。では現場をもう一度確認しておきましょう。清水さん。はい、ではこちらをご覧ください。8月、入間市で川島莉央ちゃんが行方不明、10月、飯能市で高橋美希ちゃんが行方不明、そして12月、川越市で佐藤加奈子ちゃんが行方不明となり、名栗村で遺体が発見されました。3つの事件は全て入間川沿いで起きています。佐藤加奈子ちゃんが誘拐されたと思われる川越の団地で、加奈子ちゃんと一緒にいた不審な男の目撃情報がありました。野田加奈子さん、なんかこういう形したなんか帽子かぶって、服は背広は紺色に近い薄暗い服を、今おばちゃん着てるのこんな色。そう、それはおじさんだった、おばさんだった、40歳ぐらいのおじさん。40歳くらいの男性が目撃されているようです。浮かび上がる40代の不審な男だってよ。3つの事件は2ヶ月おきに発生、次の犯行は2月か。どう思うよ、つげ。推理小説みたいに行くわけないだろう。だよな。しかし埼玉の連中も大変だな、こんな時に。天皇陛下が崩御を荒らせられたとの秘報に接し、皇室の他の市民はいかばかりかと挨拶。週刊誌の予想通り2月に事件は動いた。しかしそれは誰もが予想できない展開だった。こんなことがあっていいのでしょうか。去年8月に行方不明になった川島莉央ちゃんの自宅の前に、莉央ちゃんのものと思われる人の骨が入った段ボール箱が置かれていました。こんなことがあっていいのでしょうか。去年8月に行方不明になった川島莉央ちゃんの自宅の前に、莉央ちゃんのものと思われる人の骨が入った段ボール箱が置かれていました。段ボール箱の中には骨の他に莉央ちゃんの写ったインスタント写真、それから B5 のメモ用紙が入っていたということです。その段ボールは玄関先に置かれていました。このドアの前、この辺りに段ボールが置かれていたんです。お父さんが発見したのが朝の5時半、それから約1時間前午前4時半ごろ、新聞配達に来た配達員は段ボールがその時すでにあったのを覚えています。こちらが段ボールに入っていたメモ用紙を拡大したものです。リオ、遺骨、薬、鑑定、証明という暗号のような文字が残されています。その段ボールは郵送されてきたんですか。いえ、6日の夜中のうちに犯人が自ら玄関先に届けたものと思われます。え、子供の骨を家の前に置いてくなんてまともじゃないですね。そして段ボール箱が置かれてから5日後。おはよう。おはようございます。清水さん、これ今日のロケスケジュールです。ありがとう。まず入間に入ってから入間市内の印刷会社。おい、清水、頼むよ。見たかこれ、朝日新聞、ほら。え、犯行声明、ゲームでもしてるつもりなのこの人。日本中に衝撃が走った。川島莉央ちゃんを殺害した犯人が朝日新聞本社と莉央ちゃんの自宅宛に犯行声明を送りつけてきたのだ。犯行声明を送ってきた犯人は今田裕子と名乗っています。今田裕子という名前はおそらく今だから言う今田裕子ってことか。ふざけた名前つけやがってこの野郎。こちらが今田裕子による犯行声明です。読みます。まずどうやって連れ去ったかを述べましょう。去る8月22日、私には
どうしても手を伸ばしても届くことのない子供を、今日一日は自分のものにしたい思いに駆られ、入間団地の8号棟裏に車を止め、リオちゃんを待ち伏せ、言葉をかけて、私が車のクーラーを先に行ってかけているから少し経ったら来てねと言って、先に車へ行き乗って待ったところ、すぐにリオちゃんは一人で来ました。すると誰も来そうにないという気が集中して、異様なほどに胸が高まってくると、なぜかモヤモヤしてきました。そして子供を産むことができないくせに、こうして目の前に自由な子がいるという自分にとっての不自然さが突如としてぶり返し、このままリオちゃんを家に帰してはという思いのよぎりと、今なら誰も見ていないという思いのよぎりが交差し合い、もやもやした止めどもない高鳴りが一気に爆発し、私は今の今まで一人で苦しんできました。やがてミキちゃん、かなこちゃんの事件が起こりました。おそらく私の事件に触発された誰かが面白半分にも起こしたのでしょう。これは明らかにリオちゃんの骨です。朝の番組で私がゲームをして楽しんでいると言って非難して騒ぎまくっていたそうですが、それは誤解です。私はただただリオちゃんを返しに行ったのです。ですから早くリオちゃんのお葬式をあげてやってください。犯人は自分のことを女性だと言ってるようですが、いやー、私は男性のような気がしますね。まずどうやって連れ去ったかを述べましょうとか、こんな理屈っぽい文章、女性はあまり書きませんよ。川島梨央ちゃん以外は別人の仕業とも書いてますが、いやー、それも信じられませんね。犯人は明らかに楽しんでます。これは警察に対する挑戦ですね。見くびられたもんだな、俺たちも。さらに1ヶ月後、ニュース速報です。朝日新聞社と川島亮ちゃんの自宅に今田優子を名乗る人物から新たな手紙が送られてきました。今田優子は告白文と題した2通目の手紙を、あろうことか亮ちゃんの葬儀の日に合わせて送りつけてきた。あの今田優子が世間の声に反応してきました。読みます。前回送った文に疑問を投げかける人がいましたね。こうした疑問に答えることも告白の重要な要素の一つでしょう。まずリオちゃんは知っている人でもすぐについていく子ではないだろうと皆さんは言ってますね。実は私もリオちゃんを知っていて、リオちゃんも私を知っています。残念ながら私はあなた方の身近にいます。近くが遠いのです。犯人は現場の近くにいてリオちゃんと顔見知りだということですが、いや、手紙の内容は鵜呑みにしない方がいいと思います。今田優子は高い知能を持つ狡猾な愉快犯です。この事件を自分の作品と捉えてるんじゃないでしょうか。マスコミを利用し日本全国の視聴者を観客とする作品、いわゆる劇場型犯罪です。事件が起きて今年で30年目、初めて明らかとなった宮崎勤元死刑囚の取り調べ中の音声データには、今田優子を生み出した理由について語る肉声が残されていた。今田優子という名前は何かを参考にしたわけではなく自分で考え出したという。全然しないですか。見つけてませんよ。考えただけです。パワーないですよ。だから考えて聞こえる。今なんて結構いますよ。だって実演にする名字ですよね。あれ来たらいいと思った。宮崎元死刑囚はありきたりだから今田優子という名前を選んだという。そこには彼なりの理屈があった。変な名前したら見るまで破かるかもしれない。だからありきたりな名前したんですよ。いたずらだと思われないように被害者の両親や新聞社の人間に確実に手紙の封を切らせるためにありきたりの名前をつけたというのだ。
そして今田優子という名前にはもう一つの意味が込められていた。それは宮崎元死刑囚が今田優子という名前を考え出したもう一つの理由。それは今だから言う、ゆえに今田優子。そして名前をつけるにあたって最も重要だったのは、女性にしてます。宮崎元死刑囚は捜査をかく乱するために女性の名前で手紙を出した。動機は単純なものだったのだ。告白文の後、今田優子は沈黙を守っていた。その間、捜査本部は加奈子ちゃんの遺体発見現場付近で犯人に迫る有力な情報を掴んでいた。去年の12月の9日の深夜から10日の未明にかけて遺体が発見されました現場、その現場からわずか数メートルのところ、道路の溝に脱輪をして身動きが取れなくなっていた不審な白っぽい車があったというんです。脱輪していた不審な車は偶然通りかかった元中古車販売業の男性に助けられた。男性は車が白いハッチバックだったと証言。捜査本部はこの証言をもとに犯人の車を白のハッチバックに絞り込んだ。しかしそれ以上有力な手がかりをつかめないまま3ヶ月が過ぎた。事件どうなった？うん、装甲車が出てきたよ。天安門の話じゃないわよ。ほら、埼玉の今田優子の事件なあ。その時私は担当していた事件を解決し在庁待機していた。ダー君、キオスクでパン買ったら103円だって。何なんだ3円ってのお前。本当消費税なんてろくなもんじゃねえ。財布に小銭が増えちゃってしょうがないよな。なあ、なんで 3% なんて半端なことするんだろう。あれよ、お前らが動くってことは誘拐か。ああ、江東区で5歳の少女が行方不明になった。何？これから少女の自宅に秘匿潜入して脅迫電話に備えるところです。そうか、ご苦労さん。行くぞ。はい。今田優子かもな。ついに東京で事件が起きてしまいました。今月6日江東区の保育園に通う山本小春ちゃん5歳が行方不明になったのです。6日の午後4時半ごろ、小春ちゃんは保育園からここ東雲にある団地に帰ってきました。そしてお母さんに友達の家に遊びに行くと言って外出したのです。午後5時50分ごろ、ここ団地内にある保育園の玄関の前に小春ちゃんが立っているのを保母さんが目撃しています。この目撃を最後に小春ちゃんは姿を消してしまったのです。警視庁は128人の捜査員を投入し事件事故の両面で捜査に当たったものの、小春ちゃんの消息はつかめなかった。そしてわずか5日後。係長、1番です。お、はい、もしもし。そうだ、え、見つかった。うん、分かった。山本小春ちゃんらしき遺体が埼玉で見つかったぞ。小春ちゃんらしき遺体ってどういうことですか？遺体が切断されていてまだ身元の確認が取れていない。ああ、見つかったのは小春ちゃんなの？まだ分かりません。あ、待って待って、何、どういうこと？埼玉県飯能市で発見された少女の遺体は解剖の結果山本小春ちゃんと判明しました。遺体が発見されたのは飯能市の市街地から車でおよそ10分のところにある霊園の敷地内です。小春ちゃんの遺体を乗せた犯人の車はこの坂を上り、遺体を捨てに行ったものと思われます。
そしてあの簡易トイレの脇で小春ちゃんは変わり果てた姿で発見されました。すぐ後ろは 5,6 メートルの崖になっています。崖の下に捨てれば発見を遅らせることができたはずなのに、なぜ犯人はわざわざ人目につくトイレの脇に遺体を置いたのでしょうか。遺体は首から上、両手首、両足首が切断された状態で発見されました。起きてたの？ママを待ってたの。ママ。宮崎元死刑囚はなぜ遺体を切断し埼玉県内の霊園に遺棄したのか。取り調べ中に語ったのは奇妙な話だった。嘘言ってます。本当に言います。そういうことで必死です。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。大丈夫だよ。部屋に入ると怒るんですよ。だから金正男暗殺事件世界初公開映像が最大の謎を解き明かす。明日夜9時。宮崎元死刑囚はなぜ遺体を切断し埼玉県内の霊園に遺棄したのか。取り調べ中に語ったのは奇妙な話だった。その理由は埼玉県の犯人に仕立て上げられるだろうと、そういう作為というか計画で埼玉県外に目を向けさせたくなくて、あくまでも今まで通り埼玉県集中させて印象を向けさせてインパクトを与えて一連の犯人に立ち上げたかったから、そういう目的なんですよ。埼玉県内に遺体を遺棄すれば捜査の目が埼玉県に集中し東京に住む自分には及ばないはず。常識的にはやや理解しがたい理屈だった。なぜなら宮崎元死刑囚が暮らす町は東京都内とはいえ埼玉県からそう離れていない場所に位置していたからである。嘘を言ってます。本当と言います。意地でも集中させて暗示っていうか思わせる、いや少しでも思わせなきゃいけないから。じゃあ埼玉に東京都内にしてた場合ね、あ東京で今度は起こった事件だなとか、東京に集中されてもらうんですよ。東京って私が住んでる埼玉県の犯人に下足があることで頭いっぱいだし、そういうことで必死でした。宮崎元死刑囚はいつか自分が捕まるかもしれないと怯えていた。ビクビクしていた。劇場型犯罪を楽しむ知能犯、そんなイメージとはかけ離れていた。小春ちゃんの遺体が発見されると警視庁は事件があった東京都江東区東雲を管轄する深川署に捜査本部を設置、埼玉県警と共同捜査体制を取ることとなった。深川署の捜査本部には警視庁捜査一課から私を含む11人の刑事が派遣された。これ以上犠牲者を出すわけにはいかない。事件が東京で起きた以上我々の手で絶対に犯人を捕まえる。いや、はい、ただいま。着替えは1週間分入れてあるから、亡くなる頃にまた新しいの持っていくわね。悪いな、すぐ深川署に戻らないと。お父さん気をつけてね。大丈夫だよ。あなた早く犯人捕まえてね。ああ。捜査本部には1987年以降の少女を対象とした誘拐、わいせつ、強姦、監禁事件の報告が集められていた。
私たちは過去の逮捕者による再犯の可能性も考慮し、徹底的に事件を掘り起こしをした。係長、こいつらに降格をつけたいんですが。分かった。今日埼玉県警に群馬、栃木、茨城の各県警の警察官210人が応援派遣されました。捜査の最中に他県の応援を求めるのは極めて異例のことです。これはもう全国警察がまさに全力投球ということで、解決に向けて努力したいと。しかし。じゃあ次、特命班。はい。杉並区の静香、江戸川区の田口、大田区の岡崎、3人ともアリバイがありました。有力な情報へはなかなか行き着かなかった。川島梨央ちゃん、高橋美希ちゃん、佐藤かな子ちゃんの3人の事件現場と山本小春ちゃんの遺体が発見された場所はこのように全て埼玉県内ですが、小春ちゃんが誘拐された場所だけがここ東京都江東区東雲となっています。どうして小春ちゃんの誘拐現場だけ離れてるんですかね。有明の近くか。なんか理由あんのかな。こんだけ当たって収穫ゼロかよ。地道に続けるだけだ。その日、参院選の結果が世間を騒がす中、ちくしょう、一人の男がわいせつ事件で現行犯逮捕された。てめえこの野郎。ごめんなさい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 。よこせ。いやカメラはカメラは下がるんだ。謝って済む問題じゃねえだろ。申しませんから、警察には言わないでください。どうしたんですか。こいつがうちの娘の裸の写真撮ったんですよ。え。翌日、その男についての報告が捜査本部に届いた。杉さん。ありがとう。お願いします。宮崎勤、26歳、職業印刷業手伝い。八王子市の山中で6歳の少女の衣服を脱がせカメラで撮影。強制わいせつ容疑で現行犯逮捕。宮崎勤の強制わいせつ。車のトランクから本人のものじゃない血液が出てます。運転席の下からも血のついた軍手が見つかってるの。はい、車内にビニール紐もあったようです。もしかしたら小春ちゃんの遺体を。ああダメダメ、こいつは星じゃないよ。星の車は白のハッチバック、こいつは青のセダン。全然違う、色まで違うんだから、この事件とは関係ないだろう。まあそもそも若すぎますね、こいつ。目撃情報によると星の年齢40代ですから。念のため俺に取り調べさせてもらえませんか。うん、デスクのお前を八王子まで行かせるのはな。係長お願いします。行かせてください。しょうがない、向こうには俺から連絡しとくよ。いいんですか。あ、行ってこい。ただし八王子が起訴してからだ。はい、ありがとうございます。東京地検八王子支部は宮崎勤をわいせつ事件で起訴した。その翌日、私は取り調べの前にある場所に向かった。五日市町にある宮崎の自宅だ。宮崎の家は祖父が町会議員、父親が自治会役員を務める地元の名士だった。父親が始めた印刷工場と新聞社は共に黒字経営が続いている。宮崎はこの家で生まれ育ち、父親の会社で働いていた。どうも。
お待たせしました。宮崎さんのお宅は4人家族ですか？え、5人です。私と妻と子供が3人。椅子は4つしかないんですね。ああ、仕事が忙しくて私と妻は交代で食事するもんですから、あそこに家族全員揃うことはほとんどないんですよ。息子さんの友人関係は？さあ、学生の頃には一人や二人いたんでしょうけど。ご存じないですか？最近息子とあまり話さないものですから。すみません、息子さんの友人関係について教えていただけますか？はい、あの子は。こいつは何も知りませんよ、息子のことは。用が済んだら下がりなさい。大事な話をしてるんだから。息子には今うちの仕事を手伝わせています。印刷したチラシを新聞屋に届けたり、簡単な仕事ですけどね。仕事が休みの日には何を？車に乗って出かけたり、部屋にこもってビデオのダビングをしてますよ。ビデオのダビング？ええ、ビデオを集めるのは趣味なんですよ。息子さんの部屋少し見せていただくことできますか？構いませんよ。まあ私は入ったことありませんが。え？部屋に入ると怒るんですよ。だからもう近寄らないようにしてます。どうぞ、あの扉です。失礼します。事件が起きて30年目の今年、初めて明らかとなった宮崎勤元死刑囚の取り調べの音声データには、両親に対する複雑な思いを語る肉声も記録されていた。取り調べ官が両親とは話をするのかと聞くと、あまり話さないと答えた。さらに両親に何か頼み事がないかと聞くと、お休みくださいと。そんなことは、そんなことですから、今までの母ちゃんをいじめることを別にやる必要ないって。今までしてきたように母親をいじめないでくれ。宮崎元死刑囚は独特の言い回しで父親への反発を取り調べ官に訴えた。彼は父親を憎んでいるようだった。父親と母親どちらが嫌いかと聞くと、間髪入れず、親父なんて言うだよ、そう強く言ったのだ。8月9日、私は宮崎を取り調べるため八王子署に入った。宮崎勤はどんな男なのか。八王子署の刑事によると、今は固く口を閉ざしているらしい。宮崎のやつ黙秘してるらしい。だから何もやってねえから話すことねえんだよ。お疲れ様です。ご苦労です。ご苦労です。ご苦労です。失礼します。高い知能を持ち世間を騒がす愉快犯、そんな犯人のイメージと大きくかけ離れた男がそこにいた。どうも、捜査一課の告げです。こいつは同じく捜査一課の明石です。どうも。おい、返事返事。やっぱり時間の無駄だって。いいから座ってろ。宮崎勤はとても20代の青年には見えなかった。若さがまるで感じられず、
40代と思われても不思議ではなかった。部屋に入ると怒るんですよ。だからもう近寄らないようにしています。父親にも心を開かないこの男からどうやって本音を引き出すか。私はまず事件と関係のない話から始めることにした。好きな食べ物は？嫌いな食べ物でもいいよ。なんかあるだろう。テレビはよく見えるのか？好きな番組は？うちの息子、休みの日はゲームばっかやってんだ。こんなちっちゃいのでピコピコ。あれ流行ってんのか今？はい。やっぱり星じゃねえよあいつは。なんでそう思う？あいつが犯行声明書いたように見えるか。あんなおどおどしたやつが今田裕子なわけねえだろ。取り調べを始めて7時間、宮崎に変化が現れた。趣味は？カメラ。カメラどこで撮影するの？八王子とか都内で。都内って具体的にはどこ？最近は有明とか。有明。あ、いや、2、3回ですけど。有明で何撮影したの？テニスしてる人。テニスしてる女か？はい。私はあえて宮崎の気持ちに寄り添うことにした。わかるよ、テニスの学校ってグッとくるもんな。スカート短いからパンチが取りやすいんですよ。お前も好きだな。はい。あいつ有明って言ったな。ああ、宮崎は有明のテニスコートに何度も通ううちに近くにある東雲の団地に目をつけた。そして小春ちゃんが一人で遊んでいるところを狙って誘拐した。この後着くぞ。なあ、お前が今までにやった悪いことを教えてくれよ。悪いこと？そう、あるだろ、いろいろ人に言えない悪いこと。小さい頃寝小便しましたけど。それから？運転中にガス欠になって道を渋滞させました。それからもっと悪いことしてるだろう。妹を殴ったことあります。なんで殴ったの？車の運転が下手だって言われて。それから？清水さん、捜査一課の刑事が八王子を取り調べしています。小春ちゃん事件の容疑者かもしれません。誰か車出して。車両に電話。あとはビデオ屋で万引きしました。宮崎、俺が聞きてえのはそういうことじゃねえんだよ。頭のいいお前ならわかるだろう。俺はな、お前がやった犯罪について知りたいんだよ。お前有明に行ったことあるんだな。はい。車で行ったよな。はい。その車のトランクに血がついてたんだ。
え？お前の血液じゃないんだよ、ついてたのは。いや、それは遊び半分で友達をトランクに入れて走った時に、そいつが怪我しちゃって。友達の名前は？え？なんて言うんだよ、その友達は。言えねえのか。車にあったビニール紐は何に使うんだ。友達にビデオテープを送るって。車の中にあるのはおかしいだろ。ビデオ紐で縛ってから車に詰めばいいじゃねえか。お前は社会的に非難されるような犯罪を犯した。お前は社会的に非難されるような犯罪を犯した。そうだろ。私の話を聞いてください。あ、もしもし、お疲れ様です。ナイスデーの田辺です。あ、はい、あの八王子の件で、あの、なんかもうちょい具体的には。はい、わかりました。はい、なんて、なんか情報がかなり錯綜してるみたいで、多摩地区に住んでる男っていうのは確かみたいなんですけど。わかった、とりあえず八王子署へ向かってください。ちゃんと聞いてくれますか。ああ、聞くよ、もちろん。あの日チラシを新聞屋に届けてから撮影しようと思って。撮影ってのテニスしてる女性よ。はい、それで車で有明テニスの森に行きました。でもテニスコートに誰もいなくて、近くに団地と保育園があるのを知っていたので、そっちに向かいました。それから？団地と保育園の間の道に車を止めて、一人ぼっちの子供を探して歩きました。夕方ぐらいになって公園で一人で遊んでる女の子を見つけて声をかけました。なんて？写真撮ってあげようか。それで？怪しまれないように5メートルぐらい後ろを歩かせて車に乗せました。それでしばらく走ってから車を止めて。どこに？プレハブ倉庫があるところです。そこで女の子が私の手のことを言ったんです。宮崎は生まれつき手のひらを上に向けられない先天性頭尺骨融合症という障害を持っていた。それで？それで腹立ったんで首を絞めました。宮崎の自供は1時間に及んだ。おう、次どうした？宮崎が落ちました。え？宮崎が小春ちゃん殺害を自供しました。いや、でも車は違うだろ。おそらく目撃者の見間違いだったんでしょう。あの辺は夜真っ暗になりますから。星が見つかった。星が見つかったぞ！翌日、私たちは宮崎の案内で奥多摩の山中へ向かった。宮崎の証言をもとに、まだ発見されていない山本小春ちゃんの遺体を見つけ出すために。おい、どうだ？
見つかりません。おい、本当にここで会ってんのか。手と足はここで捨てました。いや全然出てこねえじゃねえかよ。本当に星なのか。はい、確かに自供させたので。わかりました。じゃあ絶対見つかる場所に行きましょう。は？どうした？そこです。おい。宮崎の供述通り、奥多摩の山林で山本小春ちゃんの頭蓋骨が見つかった。ありがとうございました。どうしますか？当たるだけ当たってみましたけど。たった今新しいニュースが入ってきました。あ！ NHK！ 先月強制わいせつの疑いで逮捕された男が山本小春ちゃんの殺害を自供したということです。え？抜かれた。逮捕されたのは東京五日市町に住む宮崎勤容疑者26歳で。あれよ宮崎勤って。すぐデスクに確認します。うわ、出遅れたな。間すいませんね。お前は外してなさい。お待たせしました。で、息子さんの件なんですが。息子はそんな大それたことはできませんよ。でも一応息子さんの部屋見せてもらえませんか。お願いしますよ宮崎さん。テレビも新聞もこれだけ集まってるんですから。わかりました。ありがとうございます。よし、各社5分ずつ撮影ということでいいですか。はい、よし、まずは新聞社からだ。どうぞ。はい、回していきましょう。はい。部屋の中には、まるで社会を遮断する壁のように大量のビデオテープがうず高く積み上げられていた。その数5700本余り。そのほとんどが歌謡番組やドラマ、アニメなど普通のテレビ番組を録画したもので、残酷描写が中心のスプラッター映画やいわゆるロリコン映像は数十本程度だった。今日午前8時過ぎから宮崎容疑者の自供に基づいた地図メモを頼りに捜索は始まりました。そして9時50分ごろ、遺体の一部、頭の部分が発見されたのです。本件被疑者の宮崎勤26歳を未成年者誘拐殺人罪並びに死体遺棄罪で中途逮捕いたしました。小春ちゃんの遺体発見の翌日、警視庁は宮崎を誘拐殺人死体遺棄容疑で再逮捕。八王子署から捜査本部がある深川署へ身柄を移し、徹底的に取り調べを行うことになった。行くぞ。あ、今出てきました。千人近い野次馬に見守られる中、マスコミの前に初めて宮崎容疑者、姿を見せました。手をですね、捜査員にもたれかかるようにして手を自分の顔に当てて顔を隠していました。宮崎勤容疑者を乗せました白い車なんですが、あと100メーターという地点に迫っています。今入ってきました。およそ1000人が詰めかけていまして大変な騒ぎになっています。
行くぞ。今宮崎容疑者降りてきました。手には手錠がはめられていますが、缶を札で持って隠しています。腰には腰縄、全くその表情は伺い知れませんが、髪の毛はボサボサ、深々と自分の着ている水色のシャツに顔をうずめていまして、報道陣にはその表情を読み取ることができません。宮崎は山本小春ちゃんの誘拐殺人は認めたものの、埼玉で起きた3つの事件への関与は未だに否定していた。いよいよだな。なあ、あいつまた適当にはぐらかすつもりじゃないか。そんなことさせない。絶対に自供させる。ここからの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。埼玉の事件もお前がやったんだろう。川島梨央ちゃん、高橋美希ちゃん、佐藤加奈子ちゃん、3人ともお前が殺した。違うか。なんとか言えよ。おい、私は再び宮崎の口を開かせるためにあえて彼が嫌がるであろう人物の話をすることにした。怒りの感情は人の口を軽くするからだ。宮崎勉容疑者は1962年8月21日ここ東京都西多摩郡五日市町に生まれました。3人兄弟の長男で、両親と2人の妹の5人家族、父親は印刷会社と新聞社を経営しています。もう小さい時はもう可愛くてね、それこそあの笑顔がなんて見えない印象的ですけどね。父とこの関係というのは、小さい時は確かに可愛がってね、こう抱き合えたりねしてましたけど、だんだんほらあの社長ってね忙しいからね、だからあんまりそのことの触れ合いが少なかったじゃないかね。親父さんのことどう思ってる？嫌いです。どうして？手の障害でずっと悩んでたのに、あの人は何もしてくれなかったんですよ。宮崎の父親は医者に手術をしても完治する可能性は低いと言われ、宮崎に積極的な治療を受けさせなかったという。小学校中学校と地元の学校に通った宮崎容疑者は片道2時間かけて中野区にある進学校に通います。しかし高校で成績を大きく落として大学の推薦を得られず、父親の勧めで短期大学に進学。どんな感じの大学生だったんですか？特にプライアスってやつですかね、あの名前をその新聞社の人が聞かれて初めて、あ、いたなみたいな。そして卒業後、親戚の紹介で小平市にある印刷会社に就職し3年間働いています。会社ではどんな様子だったんですか？当時の同僚の話によると、全くやる気がなく、勤務中に突然帰りますと叫んで帰宅してしまったこともあるそうです。そんな勝手なことが許されていたんですか？許されていたというより、みんな何も言えなかったようです。宮崎容疑者の親戚が得意先の会社の役員でしたので。小平の印刷会社3年で辞めてるよな。はい。会社辞めた時親父さん怒っただろう。いえ、話なんかしませんから、あの人と。去年の5月16日宮崎容疑者の祖父は91歳で亡くなりました。地元の名士で町会議員を務め、とても優しかったというおじいさん。そのおじいさんが亡くなった時、宮崎容疑者は大変ショックを受け、生前可愛がっていた犬の鳴き声をテープに吹き込み、遺体の枕元で聞かせ続けたというのです。
おじいちゃんかなって部分があるから、おじいちゃんは死んでからでしょ、地域の女の子にもカメラ向け始めたんですから、うん、どういう人なんだお前のおじいさんは。一緒に遊んでくれました、将棋も教えてくれました。そっか、好きだったんだな。好きだから死んだ時に犬の声を録音して聞かせてやったんだろう。はい。おじいさんだけはお前のことを分かっててくれたんだな。立派な人だよお前のおじいさんは。はい。なのにお前は嘘なんかついてていいのか。おじいさんがっかりしてるぞ。本当にいいのかよ嘘ついたままで。川島莉央ちゃん殺して玄関の前に遺骨届けたのお前だろ。お前が今田優子なんだろう。お前が今田優子なんだろう。はい、そうです。詳しく聞かせてくれるか。あの日、去年の8月22日だな。はい。車に乗ってたら急に便所に行きたくなって団地に車を止めて近くの茂みで立ち小便したんです。そしたら車に戻ろうとしたら女の子が歩道橋に一人で立ってるのが見えて。川島莉央ちゃんだな。はい。周りを見たら誰もいなかったから莉央ちゃんに近づいて声をかけました。なんて言ったんだ。一緒に涼しいところ行かないかって。それで車に乗せて八王子方面に走って山の中で首を絞めました。宮崎は埼玉で起きた一件目の事件、川島莉央ちゃんの誘拐殺人を自供した。さらに宮崎は佐藤佳菜子ちゃんの事件についても自供を始めた。去年の12月9日お前は佐藤佳菜子ちゃんを殺した。間違いないな。はい。どうやって佳菜子ちゃんをさらったんだ。莉央ちゃんや小春ちゃんの時と一緒か。団地に一人でいるところを見つけて、あったかいところに行こうとかなんとか言って車に乗せて。最初から殺すつもりだったのか。違います。最初は写真だけで。じゃあなんで殺した。急に泣き出した。なんで泣いたら殺すんだ。どうしていいか分からなくて駐車場に車止めて、そしたらまた泣き出したから両手で首を絞めて。宮崎努容疑者が川島莉央ちゃんと佐藤佳菜子ちゃんの殺害を自供しました。この自供をもとに宮崎容疑者の自宅に家宅捜索が入っています。宮崎は犯行の詳細を語り出した。記録された肉声には宮崎努という人間の本質がにじみ出ていた。彼の本当の姿には唖然とせざるを得なかった。12月の佳菜子ちゃん事件から東雲の小春ちゃん事件まで半年も間が空いてる。なんで6月までやらなかったんだ。その6月頃は半年ぐらい経つともう大丈夫だと思ったのか。全く無駄ですと。ミニスカートとかやっぱ頭の中にワクワクしちゃって、
ワクワクしだすとなんかまたぶり返すとか、ぶり返して我慢できなくなってやったのか。まあそうですね、悪い言い方ですけど目の前に一人だけの女の子が映ったから強烈に。目の前にいたんじゃないだろ、お前が一人ぼっちの女の子を探してるから見つかったんだ。その時は偶然ですよ。偶然じゃない、その時もお前が探してるから見つかったんじゃないか。聞いてください、聞いてください。偶然なんかじゃないんだよ。来て、そんな声出さなくてもちゃんと聞いてやるよ。つまり団地に行く前に誘拐を計画してたわけじゃないってことか。初めての団地で初めて誘拐して事実であります。初めての団地で初めて誘拐して事実であります。それじゃどの時点で誘拐しようと思ったんだ。公園なり小学校なり歩こうと思ったら団地の下に一人の男を見た。その時から一人の子がまた目の前に出たと。お前小春ちゃんの遺体だけ自分の部屋に運んでるよな。はい。運ぶ時何考えてた。やっぱ気を使ったらですね、今日に限っておけばいいんじゃないかと、今日に限って妹は遅くまで起きてるんじゃないかと、今日に限って隣がポストの人は遅くまで起きてるんじゃないかと、ちょうど運ぶ最中に電話が来て母親が受けて、もしもその相手が自分だったら私を母が探しに行くんじゃないかと。そんな思いまでしてなんで遺体を持って帰ったんだ。そばに置きたい。どうしてそばに置きたいんだ。そばに置いてると間は自分のものに見せになるから。なんでそんなに自分のものにしたいんだ。あ、相手でもないされない。誰に。女性。女性。大人の女性に相手にされないから代わりに幼い女の子を所有物にしたい。犯行の動機はあまりに軽薄で、そして稚拙なものだった。世間が想像した狡猾な知能犯今田裕子の姿はそこにはなかった。宮崎容疑者の自宅前の畑に来ています。宮崎容疑者はその後の遺体の処理について自宅前の畑でゴミと一緒に焼いたと上申書で述べています。自宅前の畑には焼却炉がありますが、これはつい2週間ほど前に備え付けられたもので、今日は午前9時20分から家宅捜索を行っています。また宮崎容疑者の自宅から押収したおよそ6000本に上るビデオテープを一本一本確認し、犯行と結びつく映像がないかをチェックすることにしています。さらに宮崎はリオちゃん宅の玄関先に遺骨の入った段ボール箱を置いた理由について告白した。それは想像を絶するものだった。運命探知機？運命って信じる？今は絶対なんだよ。寺島です。寺島さんを探し回ってる。逃げなきゃ。透明人間みてえだなって。私おじさんと一緒になりたい。これはホームレスだぞ。ラップクリーム？バイトからの線引き、みんなその根性にドン引き。え？せーの、おいー。土曜夜9時、宮崎勉がリオちゃん宅の玄関先に遺骨の入った段ボール箱を置いた理由、それは想像を絶するものだった。そもそもなんでリオちゃんの遺骨を家に持ってったりしたんだ。え、段ボールに入れて玄関先に届けたろ、遺骨。ああ、宮崎は信じられない言葉を口にした。仏心。仏心。え？仏心。
仏心が怒った。どういうことだ、仏心って。どこの報道もね、親の悲しんでる顔をお祭り祭りのようにマスコミは扱って泣いてる姿を見て、仏心仏心でリオちゃんの遺骨をご両親に返そうと、そう思ったのか。はい。リオちゃんとかの家族の場合は悲しみを表している顔っていうのは本当で一回もないですよ。で、リオちゃんの場合は大々的に葬式までマスコミを取り入って泣いている顔を撮ってましたね。確かにリオちゃんの家族が泣いているところはテレビで流れてない。要するにお前はリオちゃんのご両親が葬式を挙げられるように遺骨を送ったってことか。ええ、そうです。それがお前の言う仏心か。はい。仏心。少女たちの命を無残に奪った男の口からまさかそんな言葉が出てくるとは。3人の少女の殺害を認めた宮崎容疑者、あとは昨年10月に飯能市で起きた高橋美希ちゃん事件を残すのみとなりました。しかし宮崎は頑なに残る一人、高橋美希ちゃんの殺害を否認し続けたのだ。お前8月から12月まで急に飛ばしてるな。飛ばしてる？8月のリオちゃんの後、急に12月のかなこちゃんの話になってるけど、10月にミキちゃんもやってるだろ。お前がリオちゃんやっただろ。はい。かなこちゃんやっただろ。はい。かなこちゃんの前にミキちゃんの事件があるんだよ。ああ、これは知りませんよ。だからなんでだ。だからそれは私じゃないです。お前じゃないのか。ええ。本当に知らないのか。ええ。これは知りませんよ。だから8月と12月の間に事件があったんじゃないのか。ないです。なんでないんだ。何もない。なんでないんだ。手にかけたら3人です。うん？殺したら3人です。本当はやったんだろ、10月にも。やってません。なんでやってないってはっきり言えるんだ。やってないからですよ。なんでだ。3人しかやってない。3人しかやってない。3人しかやってないって断言できるのか。できません。なんでできるんだ。3人しか殺してないからです。何の証拠があってそんなこと言ってんだお前は。証拠があってもなくてもとにかくやってないので知りません。それは深川署で取り調べ中の宮崎勉容疑者、山本小春ちゃん事件の実況見分のために我々の前に姿を現します。あ、来ました、宮崎容疑者です。顔を隠すこともなく、何か平然と歩いているように見えます。事件当日車を止めた場所を確認しているようです。宮崎容疑者はこの場所で小春ちゃんを車に乗せて連れ去ったと自供しています。宮崎容疑者が砂場の脇の水飲み場のところで何か水道の方を指差しながら捜査員に話しかけています。今ベンチに腰を下ろしました。ベンチに座り女の子を物色した状況の再現です。宮崎容疑者全く表情を変えません。じゃあ局戻りましょうか。どうしました？あんな小さいやつだと思わなかった。え？あいつが幼い女の子を何人も殺したんだよね。宮崎元死刑囚は3人の殺害の詳細を自供した。しかし2番目に行方不明となった高橋美希ちゃんについては否認し続けていた。そのため美希ちゃんの遺体は発見されず、捜査は膠着状態に陥っていた。
どうして最後の一人は自供しないんだ。宮崎は大丈夫です。落としてみせます。あいつの自供を取って美希ちゃんの遺体をご両親のもとに返します。必ず。最後の戦いが始まった。私は宮崎の自供を取るために父親のように兄のように接してきた。時に褒めたり、時に叱ったり、あらゆる手を使ってきた。思い出せないってなんだ。お前みたいな頭のいいやつが。俺は頭いい方だと思ってんだよ、お前のこと。君には認めないよ。認めなくていいんだよ、俺が認めてるんだから。非常に矛盾のあるところが多いんだよ今。何事ですか。お前だよ。こっちから言わないとお前何にも言わないじゃないか。はい。どう思ってるんだ。後からいろんな事実が出てくることについて。はい、ごめん、思い出せなくなると。そうだろ。自分のやったことを隠しちゃダメなんだよ。隠してませんよ、必死で思う。隠してないならちゃんと言えよ。だから自分が言いましたよ。最後は正攻法でぶつかることにした。宮崎、どう思ってるんだ。自分のやったことについて。かわいそうにって思ってます。いつそう思った。殺し逃げてるんです。逃げ逃がしになってしまった時です。なんですぐに自首してこなかったんだ。その時宮崎は初めて本音を漏らした。悪い言い方だけど、自分が可愛かった。悪い言い方だけど、自分が可愛かった。殺されたこの親はどう思ってると思う。悲しい。当たり前だ。お前が父親だったとして自分の子供を殺されてみろ。どんな気持ちになる。犯人に対してどうだ。虚しいと思うだけか。虚しいだけか。悔しい。悔しいか。犯人をどうしたいと思う。例えばお前の親父が、お袋が、妹が、家族がやられた場合はどうだ。この野郎と思うだろう。お前の母ちゃんが殺された場合はどうだ。それだけか。犯人に対する感情はないか。バカ野郎。バカ野郎って。バカ野郎。お前、10月にミキちゃん家の近くに車止めたことあるな。何です。ないわけがない。お前の車の目撃情報があるんだよ。タイヤ痕だって見つかってる。タイヤ痕。そうだよ。だからお前に自信持って言ってるんだ。そこは通っただけですけど。通っただけじゃない、止まってるだろうが。何が通っただけだ。止まってるんだよ。止まらなきゃああいうタイヤ痕はつかないんだ。車は止めましたよ。ジュース買っただけ。車は止めましたよ。ジュース買っただけ。嘘つくな。なんでミキちゃんがいなくなったその日にお前があそこにいるんだ。他にジュース買っただけです。なんでジュース買っただけでミキちゃんがいなくなった時と一致するんだよ。お前はあの日仕事は休みだったんだよ。調べもついてる。見せてください。なんだよ。見せてください。俺は嘘つかないよ、お前には。おい、俺が今までお前に嘘ついたことあったかよ。そうだろ。俺はお前に事実をぶつけてるだけなんだ。
嘘つくなんてそんな汚いことしないよお前には。だからお前もちゃんと話せよ。その時宮崎は初めて私の目を見た。なんで黙ってたかっていうと、訳があります。なんで黙ってたかっていうと、訳があります。なんだ訳って。リオちゃんとミキちゃんは同じ場所で殺しました。ここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。リオちゃんとミキちゃんは同じ場所で殺しました。ミキちゃんは本当にお前が殺したんだな。次の日行ってみるとミキちゃんの死体がなかったんですよ。びっくりしてそのまま逃げ帰ったんですけど、次の日行ってみると死体がなかったんです。びっくりしてそのまま逃げ帰ったんですけど、宮崎が遺体遺棄現場に戻った時にはミキちゃんの遺体は動物に運ばれ亡くなっていたのだ。このままミキちゃんの遺体が見つからなければ自分の犯行もバレない。そう思って今まで黙ってたのか。驚くべき理由だった。宮崎は遺体が見つからないのをいいことに4人目の殺害を隠し通そうとしていたのだ。4人の殺害が3人になれば罪が軽くなるとでも思っていたのだろうか。私は唖然とした。こんなにも自分の犯した罪の重さを感じられない人間は初めてだった。じゃあお前がやったこと全部ここに書いていけ。これ書いたらミキちゃんの遺体探してくれますか。遺体見つけて家に返してくれますか。ちゃんと葬式あげられるように。お前に言われなくてもそうするよ。手貸してみますか。仏心とかそんなのじゃなくて、お前自身が家に返してあげたいと思うなら俺が探してやる。どうなんだ、お前本気で返してあげたいと思ってるか。思います。じゃあお前がやったこと全部ここに書けるかなあ。宮崎、書かせてください。差し下さい。宮崎はついに4件目の犯行を認めた。そして日付、いつどこで。宮崎は4件の誘拐殺人事件を全て自供。現場で実況見分が行われた。そして高橋美希ちゃんの遺体が発見された。遺体が見つかったのは宮崎被告の自宅からおよそ 2.5 キロ離れた小峰峠付近の山中だった。これで去年8月から
埼玉東京で相次いで発生した4件の幼女連続誘拐殺人事件は全て宮崎勤の犯行であることが裏付けられたのです。リポーターとして、一人の母親として、こんなにも辛く苦しい事件は初めてでした。でもまだ事件は終わっていません。宮崎被告はなぜ4人の痛いけな少女の命を奪ったのでしょうか。事件について謝罪し、心から反省の弁を述べることはあるのでしょうか。裁判で全てが明らかになるのでしょうか。しかし宮崎は裁判でとんでもないことを言い出した。3月30日1時10分、いよいよ連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勤被告27歳の初公判が始まります。東京地裁104号法廷、一般傍聴席が50席、その50枚をめぐって今長い長い列が作られています。4件目の山本小春ちゃんの事件、飯能市の霊園にあらかじめ切断した胴体を五日市町御岳山の杉林内に頭部両手両足をそれぞれ投棄した、公訴事実に間違いはないですか。両手を捨てたっていうのは間違いです。手は自分で食べました。宮崎被告は逮捕時と同じような表情のまま被告席。そんなことしたの？幼い子供たちを次々に殺害したことについては。遺体を切断した理由は何だ？だから発見です。発見遅らせるというか、身元を分かる。それだけか。別に食べてはせんじゃないですよ。お前食べたのか？食べませんよ。連続幼女誘拐殺人事件の宮崎勤被告に対する第2回公判が、初公判と同じくこの東京地裁104号法廷で午後1時10分から開かれています。公判に先立って中山裁判長は、入廷してきた宮崎被告に、裁判所に何か言いたいことがあれば言いなさいと促しますと、宮崎被告は少し考えてから、ビデオテープを返してください、車と免許も返してください、車に乗れなくなると困るので油を入れといてください、あとは、あとは今のところない。こいつ今さら頭おかしいふりして逃げられるとでも思ってんのか。宮崎は精神鑑定でもおかしなことを言い続けた。ネズミ人間が出てきて、おっかなくて、わけわからなくなって、気づいたら女の子がマネキンみたいに倒れてました。ネズミ人間というのは、皮膚がネズミ色で、子供が私のことを裏切った時に出てきます。じゃあ遺体を撮影した理由は、おじいさんに捧げるためです。捧げる？おじいさんを蘇らせようと思って。数々の異常な発言を受けて、長期にわたる精神鑑定が行われた。なんと脳の CT スキャンまで実施されたのだ。異例なことだった。事件発生から7年、私は証人として宮崎の裁判に出廷することになった。行ってらっしゃい。ああ、被告人は3年前の第16回公判で、上申書を書くとき刑事さんに机に押し付けられて息ができないようにされた。髪の毛を引っ張られたり胸ぐらをつかまれたりしてとても怖かった。
と供述しています。取り調べの過程で暴力を加え脅迫をすることがありましたか？そういうことは一切ありません。被告人が嘘の供述をしていると。はい、その通りです。この男は嘘をつき続けた。やったことは覚えてますけど、細かいことは覚えてない。取り調べで黙り込んでいた理由もくだらないものだった。僕テレビで僕の動画を見ながら見てましたね。ネズミ人間の話なんて聞いたこともなかった。動機は自分の欲望を満たすため、ただそれだけだった。全くないですと身につかずとはやっぱ頭の中にワクワクしだすとまた繰り返すというか、普通の人間と同じように事件の発覚を恐れていた。埼玉県の犯人に下足があることで頭いっぱいにしてそういうことで必死でした。宮崎は最後の最後まで嘘をつき続け、殺害した少女の人数をごまかそうとした。殺したら3人です、ね、3人しかやってない。そして1年4ヶ月後、主文、被告人を死刑に処する。死刑です、死刑です、死刑です。宮崎被告に対し死刑の判決が言い渡されました。死刑を言い渡されても宮崎被告は相変わらずの無表情でした。紺のスーツ姿の宮崎被告は何の表情も表に出さず、ただうつろな目で裁判長を見つめていました。弁護側は即日控訴し、裁判は9年かけて最高裁まで持ち込まれたが、判決は覆らず、2006年死刑が確定した。その2年後。よろしいですか？数日前に私が死刑の命令を出しました。本日執行を出しました。2008年6月17日、宮崎の死刑が執行された。遺族に対して謝罪の言葉を述べることはついになかった。私が知っている宮崎努、公判での数々の異様な発言によって世間の人々は宮崎を自分と関係のない化け物だと考えていた。しかし取り調べで対峙した私の印象は全く違った。私が一番恐ろしかったのは宮崎がただの人間だったということだ。その場しのぎの嘘をつき、自分の罪をごまかそうとする、どこまでも情けなく小さな、ただの人間だったということだ。宮崎努は確かに私たちと同じ世界に住んでいたのだ。当時の捜査関係者、精神鑑定を行った精神科医は宮崎元死刑囚の実像をこう語った。ネズミ人間という言葉と骨を食べたということですね。やっぱりあれは我々捜査官としてもやはりうーんっていう感じは受けましたね。絶対は死ぬ限り
異常があったというのはないですね。精神的にもそういうのは感じたことはなかったですね。普通の本当 の、まあ、あの人間だと。嘘をついていた可能性というのはあると思いますか？いやだから嘘かどうかわからないから我々は後継反応と言うんですよ。嘘ついてるって証明するのはこれもまた非常に極めて難しいですよ。でも彼は悪いと思ってたんじゃないですか、本音では。犯行を犯すにあたってはやっぱりあれでしっかりしてたんじゃないかと私は思ってますけどね。そして宮崎元死刑囚の主任弁護士は事件発生から30年目の今年初めて取り調べの音声を聞きこう証言した。それは宮崎の声だね、確かに聞いて、あの法廷と違いは明らかだよね。ずっとあのぼーっとして反応表情に出さないっていう、そういう意味では取り調べの今のとね全然違う。これ出せばね責任のるか問題ないかということになる。総理だって捜査員も涙流しますし、本当すごいあれだったもんですからね。そうですね、自分の、まあ、子供と合わせてですね、日本全国で少女の誘拐事件、それから特殊事件起きてますから、みんなで見守っていかなきゃならない。キム・ジョンナム暗殺事件決定的映像を世界初公開。最大の謎が今解き明かされる。明日夜9時。